アメリカ・フロリダ州の動物保護施設にとある通報が舞い込みました。自宅の庭先で病気の子猫が鳴いているというのです。スタッフのカルメンさんは必要な道具を揃えて現場に駆けつけました。そこにいたのはチャトラのオス猫です。カルメンさんが庭に入ると子猫の鳴き声はひときわ大きくなりました。子猫はまるでカルメンさんが助けに来たことを知っているかのようです。おぼつかない足取りでカルメンさんのもとに近づく子猫。カルメンさんは実際に自分の目で確かめて子猫が置かれた状況を理解しました。通報を聞いて思った通り、事態は一刻を争うものだったのです。子猫は回線という皮膚病にかかっていました。耳や手足の先の毛は岩のように固まっていて、体全体も鎧を着ているかのようにゴワゴワです。さらに子猫の両目は縫い合わされたのかと思うほどぴったりと閉じられていました。全身の毛が皮膚病のせいで固まっているのです。あまりにも重くひどい状態というほかありませんでした。カルメンさんは子猫がお腹を空かせているだろうと思い、ひとまず水と食べ物を与えてみます。すると子猫は待ってましたと言わんばかりにご飯のお皿に飛びつきました。よほどお腹が減っていたのでしょう。子猫は驚くほどの速さでご飯を平らげてしまいます。カルメンさんはお皿におかわりを盛りながらその皿を少しずつ動かしました。保護用のケージまで子猫を誘導するのです。カルメンさんの試みは成功し、うまく子猫をケージに入れることができました。子猫はケージの中でも気にすることなくご飯を食べ続けています。一安心したカルメンさんは子猫を連れてひとまず自宅に戻ります。その後、子猫にシンバと名付けたカルメンさん。シンバを動物病院に連れて行く前に体をきれいにしてあげなければと思いました。真っ先に取り掛かりたいのは閉じ切った両目です。カルメンさんはシンバの硬くなった毛や皮膚にココナッツオイルをなじませ、こびりついた塊をほぐしていきました。それからブラシで汚れとのみを落とすと、シンバにようやく少しの清潔感が戻ってきます。こうして最低限のケアを終わらせてから、カルメンさんは動物病院に向かい、シンバに治療と予防接種を受けさせました。そして再び自宅に戻ってからはお風呂の時間です。丁寧にシンバの体を洗い、世話に追われているうちにカルメンさんとシンバの一日は終わりました。それから毎日カルメンさんはシンバの入浴に力を入れます。その甲斐あってシンバの状態はたった数日で改善の兆しを見せ始めます。閉じられていた目は開き、カルメンさんは初めてシンバの綺麗な瞳を目にすることができました。それは月のように優しくて穏やかな金色をしています。猫らしい外見を取り戻しつつあるシンバに、次に必要なものは栄養でした。保護された時痩せていたシンバ、カルメンさんはシンバを適正体重まで戻すために十分な量のご飯を与えて変化を見守ります。シンバのことを一番に考える生活を続けながら、1ヶ月が経った頃、2人に変化が現れます。まずシンバは皮膚病からほぼ回復し、その不快感から解放されました。元気になったシンバはこれまでの寂しさを埋めるようにカルメンさんの愛を求めます。保護から1ヶ月でカルメンさんとシンバの絆は強く確かなものになっていました。シンバはすっかりカルメンさんが大好きです。カルメンさんが部屋に来ると一直線にかけてきて、早くたくさん撫でてと甘えるのです。家の中でリラックスした様子を見せ、
何をするにも愛らしいシンバが愛しくてたまらないカルメンさん。カルメンさんとシンバの幸せな日々は続きます。やがて6ヶ月が過ぎ、見違えるようなイケメン猫に生まれ変わったシンバ。冬の庭先で弱っていた面影はもうありません。カルメンさんのもとで家猫として成長しながら、シンバはやがて永遠の家族を見つけるでしょう。その時までカルメンさんからシンバへの愛は尽きることがありません。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。